皆さんおはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字のうんぬんかんぬんやっていきたいと思います。今日は正月なので正月という字をやりたいと思います。まず正しいという字、直線右上がりですね。この長さは下の長さの半分を超えるぐらいですね。あんまり短くてもかっこ悪いのである程度の長さを書いてください。直線右上がりで、中心一度押さえてから中心まっすぐですね。で、この長さは上の横線よりも少し長めですね。で、今書いた縦線の半分のところにこの次の直線右上がりを書きます。で、終わりの長さは上の長さと同じかもしくはちょっと超えるぐらいですかね。ここ半々で、次ここの縦線は、上のこの横線のスタートのラインですね。このラインで引いていきます。一度押さえてまっすぐ。なので上があんまり短すぎるとここ近くなりすぎちゃうので、だいたいここの幅が同じように見える感じで書いてくださいね。で、最後ふっくら右上がりですね。最後ふっくら右上がりなので、ここの縦線の終わりはこちら側を低くしといてください。そうするとちょうどふっくら右上がりで合うと思います。長くふっくら右上がりですね。続いて月ですかね。少し下がったところからスタートして、一度押さえてということをやると、ここのラインが決まりますので、押さえずにやると開いちゃったり開かなかったり様々になるので、一度押さえてから滑らかに開くと。で、こちらの方を低くしたいので、ある程度のところで止めてくださいね。一度押さえてある程度のところで控えめに止めると。で、ふっくら右上がりで、まっすぐ降りてきて、次に向かって、次の横線に向かって跳ねる。で、右上がり、これを幅を揃えるように引いてください。で、ここを少し隙間を空けると大人っぽくなります。それでは書いてみます。直線右上がり、一度押さえてまっすぐ、で、ここの半分の位置ぐらいのところに直線右上がりですね。で、ここの下ぐらいで、ここの幅とあんまり離れないぐらいの幅で、あとここより少し低く書きます。一度押さえて少し低い位置までいきます。で、最後ふっくら右上がり、長くで、月、少し下がったところから一度押さえて滑らかに左の方に引いていきます。で、ここふっくら右上がりですね。はい。で、ここまっすぐギューッと引いて、次に向かって、先ほどの、左の斜めよりも低い位置まで行って、次に向かって跳ねる。で、ここ幅を揃えるようにふっくら右上がりで幅を揃えて、で、ここ隙間開けるとかっこよくなります。それでは真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な正月をお送りください。さよなら、さよなら、さよなら。